立憲民主党の小沢一郎衆院議員は20日、自身の XQ ツイッターを更新し、河野太郎デジタル賞が自民党の国会議員に対し、マイナンバーカードに保険証の機能を加えたマイナ保険証が利用できない医療機関がある場合、公的な相談窓口への連絡を支援者に、 求めるよう呼びかけた文書を送付していたことが発覚したとする報道に言及した報道を意味をする形で自民党議員の後援会員まで利権政治の手駒密告者として組み込もうという思想まさにこれぞかつて自民党副総裁が学べと言ったナチスの手口結果出来上がるのは独裁的監視国家止めないと日本に未来はないと 厳しい論調を交えて投稿したマイナ保険証の利用率が低迷している中でまるで通報を促していると受け取られかねない内容だけに今後河野氏への批判が強まる可能性が指摘されている以下はネットユーザーの反応をまとめたものですこんなことしか繰り返してれば嫌でも去年の和歌山での事件を思い出してしまいますそりゃ これでは命狙われるわとも。もちろん当たり前ですがそんな大それたことを私自身はやらないしできもしません。ほとんどの多くの人もそれは当然だと思います。ただ、もし自分が逆の立場でこうした手法で、ほとんどの国民が嫌がってる政策を強引に、ご利用しする側でこんなことを次々にやっていたら、 命がいくつあっても足りないほど身の危険を感じるのと、恥ずかしくて仕方がなくなるのと、でずっと苛まされると思うのですが、それでもここまで国民を追い込むことを続ける意味がわかりません。本当にどこまで強制するのやら、もともとマイナーカードは任意で進めてきたはず、それがポイント還元という雨で釣り、さらには医療機関にも金品を巻き、 挙国密告制度で促すって、どこまで腐っているのかもわからない、与党政府、そんな与党しか支持できないような、稚拙な野党。この国はどこに向かっているのかもわからないことが、不安でならない。欧米だったら、反対。手で,でもどころか暴動が起きている。日本はただただ使わないことで、意思表示。そもそもマイナカードそんなに使わない。 引っ越しで役所に行かなくても手続き可能なら便利だろうがそれもできず更新もあるせめて住所氏名等が同じなら更新も自宅でできないのか役所に行かないことが利用者にとっての利便性更新で役所に行かねばならない利便性がない業務の効率化が図れるって資格証明書とお知らせ発行しどのような利便性が どっちが調べて発行する方が全員に保険証発行の方が利便性が高い。しかも後期高齢者等でなければ毎年発行の必要はない。病院側の使用負荷は問題があるので必要ですね。何がネックになっているのか把握した上で補助は必要でしょう。まあ対応までの期間病院数を考えれば短いというのとコスト。病院側で システムへの電子機器を悪対応できる人がいないとか、怖くて触れる自信がないとか様々な要因あるとは思いますけどヒアリングして対処するとか一部業務、遠隔対応できるとこ紹介とかやっていかないとならないでしょう。デジタル化はいいにしてもさもマイナ保険証所持が強制みたいなニュアンスであることに問題。マイナ保険証一本化以降、病院窓口はきっと混乱し、最悪高齢者と、 病院職員で口論などのトラブルさた、もっと言えば警察出動レベルの騒動になりかねませんね推進派は経費節減につながると主張するし実際そうなのだろうそれを国民が知らないとも思えないしかし50%の国民がそういう目的だと知っていたとしても支持しないのだからご利用しすべきではないだろう まして恫喝的な手段を取るなんて、丁寧に説明するってよく言うけど、国民は受け入れていない。だったらこれだけ無駄がなくなりますよって言えばいいやん。それでも拒絶だったら撤回しかない。いくら反対があっても紙の保険証は廃止ってことは、最終的には保険制度を崩壊させたいとしか思えない。保険証は毎年更新なのだから、 ゆっくりと交換していけばよさそうだが、請求に過ぎる気がする。カードも人気なら、カードリーダーも人気だったはずなのに、どうしてこうなっているんですかね。河野が手柄を立てようとヤッになっているようにしか見えない。そもそもマイナカードが使えますっていうところだって、その字カードが使えなくて、通常の手続きしているところも多いですよね。このカードって、 そそもそも役に立たないのでは通報の是非はさておき健康保険証は廃止すべきです本来健康保険の資格証明書は数とに1枚だけところがマイナ保険証利用者は今マイナ保険証と健康保険証の2枚持ちですやろうと思えばもう使わない健康保険証を他人に貸してその人物が不正利用に使うことができるのです これはマイナ保険証化時に生じる制度上の矛盾です。いつまでもこの状態を続けるわけにはいきません。これを是正するには健康保険証を返納させるか廃止する必要があります。現在、マイナ保険証利用申込者は7000万人を超えており、その全員に健康保険証を返納させることはほぼ不可能です。従って、 健康保険証二枚持ちという良くない状況を是正するには健康保険証の廃止が必要です健康保険証廃止の撤回はありえませんマイナカードの紛失や情報抜き取りのリスクが嫌でカードは持ち歩けません悪いことする気はないので個人を特定されるのは構わないのですがカードでなく顔認証や 指紋認証等手ぶらで本人確認できるようにならないものでしょうか20万円の補助金を出しにマイナ保険証が使えない場合に告げ口を強制していると言わざるを得ませんマイナトラブルについてもビビたる数字などと世論操作をする手口でマイナ保険証を強行しようとしています政府は異次元の少子化対策財源である 健康保険料に上乗せされる子育て支援金について保険料を折半する側の企業へ支援金制度へ反対するなどのお触れを出したとも報じられています議員自身はキックバックによる裏金で私腹を肥やしていながら国民へは皆保険制度を利用して取れるところからとことん金を絞り取ろうとの目論見みです裏金や利権を利用して 知りしよくに走る自民党政策すべてに国民の信頼が大きく失墜しています議員主義政治から民主主義へと政治の方向転換をなすためには解散・総選挙にて政権交代させることが必要ですマイナカード紛失したら困るので金庫にしまってあります1年に1回確定申告の時だけ持ち出しています 万が一マイナーカードを紛失したらどうなるのかについて政府は言及してほしいですデジタル化は合理的だと思うただ日本の問題は行政も利用者もそして致命的なことにシステム側もデジタルに向いていない作る側は問題が分かっていながら意図的に無視しているような気がする多分打ち合わせ事項に入っていないのだと思う そして回収するとぎはぎで初めから携わっていないと、わけわからないことになっているのだと思う。